しい。精神の話はよして現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷出久、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。いけるか。いや、今は。ありがとう、トドロキ君。レシプロエクステンド、ワンフォーオール、フルガール。今は、行け。足が、拳があれば。僕と飯田君で推進力を、そして桐島君の豪華で壁をぶち抜く。開けた瞬間、トドロキ君の氷結で道を形成。遥か上空から戦場を横断する。そしたら桐島君だ。かっちゃんと対等な関係を築いてきた。友達の呼びかけなら来い。ダメだ。バカかよ。煩わしい。精神の話はよして現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷出久、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまってまるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。そうだよ、先生として私が叱らなきゃいかんのだよ。私は彼を育てるまでまだ死ねんのだ。なさい。そりゃ腰が入ってなかったからな。さらばだ、オールフォーワン。ユナイテッドステイエッツオブスマッシュ。ワンフォーオール。次は君だ。短く発信されたメッセージ、それは一見まだ見ぬ犯罪者への警鐘、
平和の象徴の折れない姿。僕には、真逆のメッセージ。私はもう、出し切ってしまった。次は、君だ。受け継がれたのは、個性だけじゃない。ナンバーワンヒーローとしての、揺るぎなき信念。ワンズ・ジャスティス。負けたよ、オールマイト。実に醜いあがきだった。しかし、君は間違えたよ。戦いの果て、弟子に寄り添う道を望んだ。君は離れ時を見誤った。死に時を失った。先生というのは、弟子を独り立ちさせるためにいる。頼りにしてきた死が手の届かぬ場所へ去り、彼は憎悪を募らせる。彼は真に戦闘を歩んでいく。仲間もいる。仲間を増やす術も学んでいる。大丈夫だ、死柄木弔。経験も、憎悪も、開墾も、すべてを糧としろ。次は、君だ。ワンズ・ジャスティス。